おはようございます、ミントです。今日は3月20日の10時17分なんですけど、今日と明日って今2連休なんですね。でも起きたらもう雨降ってて、ちょっとお天気が悪そう で寒いので、ちょっと今お家に引きこもってます。最近ちょっといろいろもらったものとかを今並べてみたんですけど、この2つをちょっとホワイトデーにもらいまして、今日が20日だからもう6日前、だいぶもう前なんですけど、ちょっとまだね食べてなかったので、これをちょっと開けてみます。一つが会社の方からのホワイトデーだったんですけど、なんかあの他の子が食べたらなんかブドウのチョコだったって言いました。そのこれがねブドウの絵らしいです。ナイアガラのチョコ。あとこれ友達からリスちゃんのねカードが入ってます。かわいい1日遅れのホワイトデー、ほんの気持ちですが、いつもありがとう、心を込めてこれからもよろしくねって、かわいい書いてあります。中身がお日様香るフルーツケーキストロベリーっていう、かわいいなんかイチゴのケーキなのかな。うさぎの枕、かわいいうさぎの枕。かぼちゃの田舎パイ、トマトが入ってます。昨日ちょっとこれ会社の子にもらったガルボのチョコと、この中身がかわいい、ハッピーターンと、あとペコちゃんのねアメちゃんが入ってますこれちょっとおばにもらった一口まんじゅうの桜味かな。で賞味期限がね今日までです。やばい、食べよう。これはちょっと自分で買ったんですけど、せっかせいっていうなんか北海道のお菓子みたいです。ホワイトチョコのロイヤルモイストホワイトって書いてあります。なんかクッキーかな、なんだろう、買ってみました。大好きな抹茶のアイス、なんか宇治抹茶のねホワイトチョコチップと北海道小豆の2種類が入ってるアイスです。マウントレーニアのカカオミント、多分チョコミントなのかな。うさぎの夢の抹茶ラテ、名前が可愛くないですか、うさぎの夢だって。ふわふわなのかな、なんかこういう感じなのかな。美味しそうです。溶けそうなんでアイス食べてみようかな。この前ねこっちを食べたんですよ、ホワイトチョコチップ。でもねあんまりホワイトチョコチップが分かんなくて、今これ食べてみようかな。北海道小豆食べてみます。見た目はどっちか、小豆かな、小豆が入ってます。買いますかね、小豆。滑らかでこのアイスね美味しいです。三輪さんっていう方が、鎌倉パティスリーって書いてあります。こういう方が作ったのかな。このナイアガラのチョコ開けてみます。すごく可愛いです。お、すごいご丁寧です。この袋に入ってて、これも、あ、なるほどね、蓋付きの、あ、確かに匂いがすごい、あのマスカットのね、いい匂いがします。ナイアガラブドウのすみずみしくフレッシュなフレーバーが爽やかに広がる爽やかな口どけ。ナイアガラショコラプランフレはショコラティエが思い描いたルタオこだわりのレアショコラです。なるほど、ナイアガラ、すごい、すごいです。なんかチョコじゃないみたい。食べてみます。あ、柔らかいすごい、刺しただけでも柔らかいです。ホワイトチョコってほんのりマスカットみたいな、の口どけが良くてパクパク食べちゃいます。美味しいです。もらったこの3つ食べてみます。うさぎの枕、ふわふわしてそうです。あんこが入ってる、カスタードかと思ったら中身あんこです。おいしい、ふわふわです。おいしい。お日様香るフルーツケーキストロベリー、開けてみます。あ、こういう感じです。なんかこういうケーキありますよね、レモンケーキみたいな。すごいです。中がすごいストロベリー、美味しい。アコアミント飲んでみます。
今マントレーニア25周年のアニバーサリーって書いてあります。もう 25周年なんだ。なんかあの加工が強めのミントです。この田舎パイのかぼちゃ、かぼちゃ大好き、美味しそうです。美味しい。直地まんじゅうの桜を食べてみます。かわいいです。すごい桜のいい匂いがします。かわいいピンクで美味しい。中身もね、こういう桜あんです。このうさぎの夢、あ、かわいい。ここにドリームラビットって書いてあります。かわいいすごいです。なんかね、トロトロ、なんでしょう、もう何が入ってんだろう。なんかのこれなんだろう、なんか皮みたいなのが入ってます。これ何、あ、黒豆だ。黒豆が入ってるから、こういう黒豆のね、皮みたいなのが入ってます。せっかせ開けてみます。キラキラとろける感動ショコラって書いてあります。とろけるんだ。なんか入れ物も可愛いです。あの白い恋人とかをなんか思い出す感じの入れ物です。どういう感じかな。あ、こういうなんか可愛い白い、なんだっけ、こういうの、なんて言うんだっけ、生チョコクッキーですかね。そういう感じがします。美味しい、美味しいです。美味しかったです。朝から美味しいスイーツいっぱい食べて幸せタイムでした。で、今日はもうね、この辺に映ってるからなんとなくね、あ、うち汚いんだなってなんか分かる感じなんですけど、そう、うちがちょっとね汚いので、お家のお掃除をしたりお風呂に入ったりちょっとゆっくりしたいと思います。